全部わかんない。え、わかりますよ。だってもうこれとかそのまま。いや、多分わかんない。めっちゃバカにしてるよ、ちょうど。みそのチャンネル、今日はなんかスタッフがポソポソ言ってましたけれどもクイズやるみたいです。何のクイズでしょうか。今回は JK 流行語クイズをやっていこうと思います。 JK って女子高生のことだよね。10代のことでしょ。もう今本当についてけない。 WWW とかも草生えたとかもマジでわかんない。まあこれはちょっとネット用語になるのか。ワロタ、もう大嫌い。ワロタ、私が一単語言うので、はい、それを使って例文を言う。例文？え、難しい。え、な、言葉言われてこれこういう意味でしょじゃないってことで、使い方が合ってたら正解、間違ってたらどういう意味か使ってるのか聞いていこうと思います。はい、じゃあいきます。はい、揚げみ。え、もう揚げぽよとかじゃないの。揚げぽよは古い。嘘、揚げぽよとか言ってる人もういないの。ヤバみを言うよね。ヤバみってことでしょ。今日のご飯ハンバーグなんだけど揚げみどう。いいです。正解です。イエーイ。例文むずいよ。ハンバーグでテンション上がるのうちだけやん絶対。じゃあ次いきます。はい、揚げみざわ。一緒じゃないの。揚げみざわ、高見沢的なアルフィー。あ、わかった。今日の髪型マジ揚げみざわ。ちょっと違う。あ、ちょっと。でも揚げみの最上級。いや、もうそれはもう超揚げみでいいやん。それ誰がさ考えてんの、一発目に言い出す人。ケミオっていうYouTuber さんが使い始めて、それが JK の中で流行るというか使われる。じゃあどんどんいきます。はい。エモい。知ってる。みそのの曲エモくない。でたまに言われてる。いや、これ本でつぶやき見たことある。どういう意味だと思いますか。なんかこうだるく、なんか軽く乗るみたいな。ちょっと違いますね。哀愁があるみたいな。小枯らしみたいな。合ってるじゃん。合ってるじゃん。切なく。半分正解ですね。うん。じゃあ次、んご。んご？んにご？んにごです。例文じゃあ。んご？だってわかんないもん。だって未知だもん。ごってことかな。じゃあ31にんご。んがってこと。んが。一回ちょっと一箱置いて。んが。行こう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 。31行こう行こう行こうじゃなくて、もうよしとしようみたいな時。違います。違う。正解は、文末につける。今日、何々したんご。ああ。だからあれでしょ？うちらの時代で言うと、しまくりまくりまクリスティ、みたいなことでしょ？とか、なんとかマンモスってノリピーが言ってた時とか。なんとかマンモスって喋ってる時に、その、余計長くするってことは。なんか LINE とかで。え、そんな LINE 入ってきたこと。まあでも、その、周りにいいのか、そんなって言ってる。じゃあ次は、あつ森。うん。今日のまつげあつ森、どう？それ、どういう意味合いでですか？分厚いし、持ってるね。あー、違います。え、あ、違うんだ。熱いは熱。あー、激熱盛りってことね。今日のプリクラ熱盛り。違う。違います。熱盛りは激熱ってこと。え、じゃあもう激熱でいいよ。由来知ってます？知らん。放送事故で超どうでもいい天気の時に熱盛りって出ちゃったってやつが放送事故でめっちゃなんかバズって。すごいね。なんか間違いが結局それが流行っちゃうみたいなね。バズる。バズるね。バズるって言うよね、みんな。じゃあ次、ソフレ。ソフトなフレンド。私、なんとかくんとソフレなんだよね。ソフトなフレンドのソフレ。ソフトタッチなフレンド。ソイネフレンド。そんなフレンドいんのみんな。ソイネしたらだってさ、なるやろ絶対。添い寝するだけの友達。いや、でもうちもさ、ほんと添い寝だけで終わった人何人かいるけどさ、もう会わないよ。そんなまた次も添い寝し、添い寝しようとか思わないし、あ、ソフレやば、寂しいからとかも思わないし、それソフレ続けてて何のプラスというかメリットがあるんだろう。なんか行為はしたくないけど、こう心のよりどころみたいな。え、それ犬か猫でよくない？じゃあ次いきます。まんじ。それね、マジまんじっていうやつでしょ。それはもうまんじでしかないんじゃないの。もう本当に意味もない。なんかイエーイみたいな感じの時にまんじみたいな。やからとかヤンキーみたいな。ヤンキーでいいやん。あいつちょっとまんじじゃねえみたいな。あ、そうなんや。ワンチャン。ワンチャンあるよね。でしょ。あ、正解です。うんうんうん、あの子ワンチャンあるよね。正解。イエーイ。ま？ま？まだけ？まだけです。あ、でもしっていうのははてな。マジで？正解です。いや、マジでは言おうよ。マジで？
って言おうよ。言うよね、でも結構言う、まあ、マジマジ、マジ映画もマジになってもうとうとうマジマス出たよ、了解あえ、りょうももう言わなくなったの。りょうは来たことあるんだよ、友達からりょう。っていうかもう本当に逆に言うと昔の人だよね。昔の人とかってさ、本当言葉とかないくても通じ合えたみたいな感じでさ、いや、そうです、うほうほう、うほうほうって言ってたらさ向こうも言ってくるみたいな。ハゲる、え、そのままじゃないの、要は。いやもう、ハゲるわ。どういう意味合いでですか。ストレス。ストレスではないですね。え、嬉しいとか。そっち受けるわってこと。あ、そうです。ハゲてる人にもう言えんのかな。いやマジハゲるんだけどとか言える。それもう使わないであげて、お願い。本当にハゲてる人いるから。じゃ最後いきます。はい、あざまる水産。いやもうそれは水産業の話じゃないの。あ、分かった。あざまるでき水産できてんだけど。あざまる水産できてんだけど。すごい丸いあざ。違います。ありがとうございます。いやもうありがとうございますは絶対ありがとうございますって言わなあかん。流行とかもね、みんなが作ってくれてるからこそマジで日本語と言葉遣いやろ。本当にありがとうございますはマジでありがとうございますって言ってほしい。以上、うちの今回伝えたいことはもう以上。ということで今回のみそののサイン入り私物プレゼントなんですけれども、こちらです。ヘッドホン、これマジで使ってたの。皆様チャンネル登録とコメントとよろしくお願いします。以上、みそのチャンネルでした。